はい、どうもフランクです。ですね、今回はですね、やっとですね、半年ぶりに、GTR 直りました。3人ね、ってことで、まあ一応ね、試しに動かしたんですけど、まあまだね、状態が分かってない状態なんで、まあこれからね、もうちょい走らせていこうかなと思いまして、とりあえず今の状況をアップしようかなと。あ、動画あってない。半年ぶりの GTR のキーですね。じゃあちょっとメーター周りつけて。今エアコンついてるからな。エンジンレスポンスはこんな感じですかね。RBK1-2V だけど、ブースト系純正のやつは感度がいいですね。まあ、明るい時に、現状ね、ボディがどうなったか、ちょっとねアップしていきたいと思うんで、まあ、今暗いんで分かりにくいんですけど、ちょっと見てみましょうか。鉄板を溶接して、アンダーコートだけ黒いやつで錆止めしてますね。あ、いい感じ。うん、このね、ソリも少し良くなったかな。ということで、まあこれからね、またね、GTR の動画アップしていきたいと思います。あれ、ハンドアになってる。疲れた。半年、すごかったな。長いな、半年。まあ皆さんから見たら半年って短いかもしれないけど、まあ GTR を失ったね、僕から見たらね、半年は長かったんですよ。まあ、次回はとりあえず、洗車して、まあ、綺麗にした状態で、日中ね、晴れてる日に、ボディの方を確認していきたいと思います。懐かしい感じだ、本当に。
久々に乗ったらね、やっぱ速いよね。ずっと台車とか乗ってて、軽乗車とかだったんで、やっぱほんと速いっていうか、あとは音がね、いいっすね、やっぱり。本当に。感動的な走りをしてくれます。ということで、今回はまあ GTR、復活しましたよっていう、まあ動画でした。はい、以上です。